ドームドーム。ドームドーム。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ、今ね、めちゃくちゃね、メール返信ですか？まあ、メール返信なんだけど、めちゃくちゃね、今ね、返信をしています。ダウツ試合。iPhone。私も持っていきますと。OK です。よし。返信頑張ってください。返信するか。ちょっと BGM でもかけながらやる？ BGM かけようか。フリー BGM がいいな。まあ、かわいいフューチャーベースが好きなんですよ。今すぐ旅行に出かけなる。出かけたくなる BGM 集。何がいい？どんな BGM がいい？ Easy listening おうちで。こんにちは。あ、バカバカバカ、デューダのコマーシャル。デューダのコマーシャル。お、タワーオブファンタジーの幻灯。みんな幻灯やっておりまして。あ、いいじゃん。マウンドして、だから一歩お塗りになりました。え、ライン出して。あ、びっくりした。転職したくなる家じゃないですか。一応雑談ゲーム実況ライブ配信作業用 BGM ってなってるんですけど、転職したくなるんだったら転職したくなる BGM でございますよ。いうわけでございますね。ちょっと待って、今明治ノブを持ってきています。ドラクエが最終回なんです。大変ですね。ついに来てしまいました。ドラゴンクエスト5の最終回。楽しかったな。今度転職しますか。 BGM 大きいです。ウケる。これぐらいかな。今日は何をするの。今日はドラクエの最終回です。スキンケアというか、なんかね、クリームまで塗ってありまして、感じです。殿が転職するって。殿転職するのか、お前。殿、そんなやつだったのか、お前は。寂しいよ殿。すっぴん、すっぴんでございますね。申し訳ございません。で、このすっぴんシーンのブサイクなところが YouTube のサムネになることでしょうと。皆様お元気でして。キラーさんは雇えました。キラー雇えないんだよ、まだ全然まだなんだけど、どうすればいいの。キラーチャレンジしてみる。なんかひょんなところから仲間になりそうだなと思って。いや、この間の3時間ぐらいめっちゃ無駄だったんじゃねって感じだけど、まあね、人生と一緒です。そんなもんです。お肌の調子は大丈夫そうですか。え、めっちゃいいんだけど。ただね、
ほくろがね、そろそろ取れそうでね、嬉しい。だから、ね、今ちょっとほくろ濃いんだよね。多分ね、綺麗になった実感めっちゃある。ただね、変なもの食べなければいいよって感じ。綺麗すぎてパフになりたいです。なんだそれなんだそれ。あ、待って、カラコン持ってくるの忘れた。あー、めんどくさ。よし、ちょっと待ってよ。赤もん、あれ、また焦げてきた。私の顔の話、私がなんか、なんだっけ、その顔ピー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 ってやってる時になんか焦げた匂いがして、自分なんかそのサバーの匂いがして、あれ、自分サバかなってなった話。今日はアンジュの彼氏海外に行くかな。私の疑似彼氏っていうの、なんていうの、来るかな。前回はサンチョさんが口笛を覚えて配信でしたね。本当だよ、懐かしいな。懐かしいか、うん、あれでいつ配信したっけ。次はね、ストレイをやろうかなと思ってます。待って、ストレイを配信したいんだって。ちょっと猫耳のね、猫耳買わなきゃ。猫耳をつけて配信しようとしているんですけれども、さすがにちょっとキモいですかね。猫耳配信者。え、猫耳と言ったら髪の毛は何がいい？ハーフレイン？ちょっとやりすぎ？猫耳はさすがにやりすぎ？にゃんこんちゅだよ。なんていうの、髪型がちょっと教えて、ストレートでいいのか巻くのか、皆様は何がお好みですか。全然好みの話でいいんだけど。巻き下ろし、巻き下ろし。でもツインとかじゃない、ツインじゃない方がいいってこと。ツインはやっぱきちいと、ツインきちめと言いたいんですか皆様は。 YouTube のライブ仕事見れないけど頑張ってね。もちろん。今日ちょっとパウダーこっち使ってみようか。こっち、ドルチエンドガッブーラの方、ドルチエンドグッブーナの方使おうかななんて思っておりますよ皆様。別に君を求めてないけどですよ皆さん。むしろついに抵抗ありますか。私はないんだけどね。きちいって言われるとさ、ごめんねってなるからさ。あー、やっぱドルチアンダガッパーナのこのフェイスパウダーめっちゃいい匂いだな。カグラも見たい。カグラ、カグラ懐かしいな。元気かな。カグラかわいいよね。カグラ、ゆるきる2やんのかな。みんなどう思う？頭にポケモンついてるよ。ペカチュウ。しかもウィンクしてるよ。よいしょ。ネクスト眉毛。どうだろうな。ペカチュウ、ゆるきる2ね。あの、じゃあゆるすて2か。やんのかな。
再び神楽たちには会えるのかな。そして神楽たちは優勝できるのかな。いつも思うけどアニメの声まで上手すぎて。マジ？でもね、でもねっていうかね、その石塚のことを知らない人がね、その舞台とか出してもらった時に、その石塚が元グループ石塚の正体を知らないやつは、知らないやつっていう言い方あるんだけど、知らない方は大体ね、新人声優かと思ったって言われる。嬉しいよね、新人声優かと思いましたって。嬉しくない？わかんない。でもその後あのあかねちゃんのことチュリちゃんって呼んでたから、もうオタクやないかいってなったけどね。あれどこだ、やべ、あれなくなっちゃった、蓋なくなっちゃった、最悪だ。いいでしょ、どっか出てくるよね新人声優枠さ、うん、まあいいけど、私新人声優みたいな、新人声優になろうかしら。境しか知らないオタクなのかもしれません。あ、でもなんかそうっぽかったな。アンニョンだって、アンニョン。ピカチュウかわいいな、私じゃなくてね。うん、ありがとう。一応まあ私がまあこのチャンネルのまあ長的なポジションなのかなとは思いますけれども、まあ全然ね、ピカチュウね、まあ、ありがとう。ピカチュウってことはね、ピカチュウ見てるってことはね、この配信楽しんでくれてるってことなのかな。オッケー、眉毛完璧、はあ、皆様なんかさ、今日 さっきまでお散歩してたんだけど、そこで思ったこと言っていい？そこで思ったこと私今言っていい？眉毛濃くね？まあいっか。そこで思ったことを発表してもいい？ピカチュウが主、ピカチュウが主なのか。え、今日顔、目ん玉オレンジにしようかな。オレンジにしてみよう。今日はちょっと思考を変えまして、オレンジにしようかななんて思っちゃったりして。暑いのにお散歩、うん、なんなら長袖長ズボンでお散歩してきましたね。あら、いやね、ちょっとなんか光が分かんないですけど、いいか、オレンジ、あ、かわいい、
え、めっちゃ怖いんだけど私。ピカチュウが一番可愛いとして、うん、可愛い、めっちゃ。あ、やっぱいいな。オッケー。今日なんかチークマンになっちゃったかも。チークマンになっちゃったかも。15分経ったって。私何分から始まったこの配信、わかる方いますか。わかる方いらっしゃいますか。クソあんま気にしないの。はい半からか。ちなみに珍しく一番ポジに出ます。いつまで持つか。ああ、え、ああ、頑張れ。あ、これか。ちょっと待ってよ。ここは大丈夫そうで。なんだよ、かつくな。ちょっと私が今日お散歩しながら思ったこと発表してもいいですか。お散歩発表していいですか。お散歩発表。我が配信開始時間班は優秀ですな。よろしい、精進しろがよい。あのね、なんかね、なんかオレンジのタンクトップ着た、オレンジのタンクトップか、まあ、白でなんかライン、緑かなんかのラインが入ってるタンクトップを着たお姉さんに、なんか泣いてる時に励まされたいっていう話めちゃくちゃ今それなんだよな。お姉さんとおしゃべりが、お姉さんになんか励まされて、お姉さんから勇気をもらいたいんだよね。石散歩、そう、石散歩をしてたわけなんですけれども、はるちゃんか、はるちゃんって誰、誰よその女誰よその女。私はるちゃんだなんて女知りませんことよ。病んでるんですか。いや全然病んでないんだけどさ、ふと思い立ってさ、なんかお姉さんに励まされてって。見た、タンクトップなのは大事なんですね、やっぱり。なんか夏だからね、暑いから袖とか私いらないしみたいに言ってるギャルの、黒目がやたらでかくて、でもカラコンじゃなくて、ちょっと茶パッチャ、ちょっと茶色ぐらいで、美しい顔のお姉さんに励まされたい。特に病んでないし、むしろ楽しい毎日を過ごしてるんだけどね。だからそんなことを、ギャル姉さん、お散歩中にそういうお姉さんを見かけたの。いや、そういうわけじゃないし、なんならなんか港区女子みたいな人今日めちゃくちゃ見かけて、なんか港区女子も毎日毎日なんかメイクとかして大変だなって私は思ってたんだけど、港区女子自身って自分のことどう思ってんだろう。港区男子はあれでしょ、セットアップ、短パンセットアップでしょ。秋葉女子、白金女子、お姉さんに励まされた後は一緒にセーラン、セーラン、セーランパーティーいつする、みんな。セーランパーティー、
博多区男子なんで分かりません。博多に食うとかいう概念 あんの。めっちゃ黙ってるよ今。集中のすけでキラーマシーン仲間にせずに行っていいかな。皆さんどういうお考えで。キラーマシーン苦でもないし男子でもなかった。今日のアイライン、本日のアイライン、居住地を晒していく流れ。確かにみんなの住んでる。じゃあ私はとか言って、ガシワシとか言って、うん、どうしようかな。キラーマシーンもう雇わなくていいかな。あいつなんか調子乗ってる感じしない。すっぴんでもいいのに。本当にいいのか。おい本当にいいんだな。私がもうお仕事で一切メイクをしなくなったら皆様あれってなりますでしょ。老けたなとかどうせ言われるんですのよ。よし、鼻筋を通しましたわよ。王様に行くぞその装備でってコンタクト入れないと。チーク濃いな今日ちょっと。リップしたら大丈夫かな。どう思う。むしろキラーマシーンに頼らずにやるのがかっこいい。ギャーギャーだって。なるほどね。私そうしましょうかね。キラーマシーンに頼らずに。ただねでもお金がないから、お金がねないから、お金をね集めに行かないといけない気もしていてっていう感じなんですよね。あれなんか目にホコリがついておりますわ。なかなか取れないんだけど。やばくないこれ。なんかめっちゃホコリついてて。カジノ寄り道。カジノって私も行った気すんだけどどう思う。取れた。あ取れたわ。よいしょ。キラーマシーンって、うん、キラーマシーンめっちゃ強いらしいね噂によると。あいつまあ私とどっちが強いかって話よね。いやもう勝てめーって感じだよね。目にホコリがついておりますセバスチャン。サンチョマシーンあれさ、やっぱさ嫁連れてった方がいいかな。嫁の件どう思う。
今度こっちのイベントするんだったら教えてね、レインボー残しておくから出ますよ。ちなんでおくといつだっけ、いつだか忘れちゃいましたけど、ちょっと大きめすぎるイベントに出ようと思ってます。大きめすぎるイベントに出て1位目指しなんかねしちゃったりしてやろうかななんて思っておりますわよ。ほほほほほほほって感じ。よし、ガチイベですか。うん、割とガチだなって思ったな私は。目はチョコなんでいいじゃん。んでキラキラっとさせちゃったりしてね。目元、旅行なら嫁連れて行きたいけどバトルだもんな。やっぱ連れて行かない方がいいかな。嫁迷ってんすよね。だから嫁だから連れて行くのか、嫁だから連れて行かないのか、で悩んでて。嫁はついていきたいだろうな。でもラスボス直前の嫁との会話みたいです。嫁連れてく？でも誰クビにすんの？オークスって感じだよ。あとオークスしかいないもんね。オッケー。ってなると三女はもうねレベルどうよ。レベルはねまあ低すぎるぐらいかな。さすがに低すぎるぐらいかなっていう感じではございますね。よしどうよ。あと髪の毛整えてやる感じですね。これでいいかな。キラキラしてんの可愛い。本当わかるの？逆にキラキラしてんなこの女ってわかる？マスカラしてねえやん。言ってよ、あんたさんマスカラしてなくないっすかっつって。なんでですか皆様。あんたさんマスカラしてなくないですかって言って。本当にもう皆様、私が頼れるのは皆様くらいしかいないんですってことよ。うん、あかりやんゲーム配信、あかりやんゲーム配信ですことよ。よし、どうよ、耳目バッチリしたでしょうよ、したでしょうよとか言って勝った勝ちました。ドラクエ5アンチョンズが楽しみです。おお、レベルどれぐらいで勝ったんですか。
レベルってこれ適正なんかな。わかんなくね。やば。主人公が44歳です。私何歳だっけな、主人公。よいしょ。髪の毛できました。あとハイライトとリップかな。化粧終わり。終わりってほどでもないんだよな。でも耳かけたら一緒か。どうよ、ピキーン今日はメイクお早い。お早い本当。確かに。かわいい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 、ジジジかわいいフェスティバル。今日ほんとキラキラしてる。めっちゃキラキラしてると思う。ハイライト足してもっとキラキラにするか。そういえば BGM はいずこや。ほんとだよ。BGM。よいしょ。こんなもんかな、メイク。なんか足りてない気しない？なんだろう。なんか足りてないもの分かったりする？誰か。どなたか。分かんないんだけど、私。ため息めっちゃ出るね、先ほどから。アンチに足りないものとかあるのか。足りないものしかないよとか言うとまたハハとか始まるからやめよう、みんなみんなやめよう。ストップストップ、私を取り合うのはやめてとか言ってさ。待ってよ、配信の準備しつつなんだよね。髪の毛これでいいかな。前髪もうちょっと巻いた方がいい。もういい、これで。チート名声、チート名声欲しいね。なんかさ、折りたたむとさ結構清掃に見えん。うん、見えるね。耳隠すと。そして力。イエーイっていうスペシャルギフトめっちゃ来るんだけど、なんかどうなんだろう。イエーイ疲れましたよ。水でも飲んで一回落ち着こう。ちょっとリップとハイライト取ってきます。であとこの辺ちょっと片付けます。よいしょ。今なんじゃない、メラメラとたぎる、こんな僕にも潜むせい。びっくりした。
びっくりした。どうしようもないショットに駆られて、ほら気づけば手を握っている、ほどけない、そんなに荷物を背負い込んで、はあ、びっくりした。ちょっと言ってよ、ミラーボールいいっすかって。そしたらちゃんとあのかっこいい君にはもするのに。びっくりしましたわ。何の歌ですか？メラですね、今のは。今メラをね練習しているところでございます。急に言ってよ、ほんと言ってくださいよ。ちょっと待って。ララ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 ラ。あと言ったでしょうよ、自分ミラーボールいいっすかっていう合図とともにミラーボールがスタートされるって。メラ、メラ、歌ってみた、歌ってみたじゃない、なんだっけ、ニコからメラメラミメラゾーマメラグランデ。待ってよ、待ってよ、みんなには音聞こえないかもしれん。もしかしたらこれ出力こっちにしちゃってるからね。ちょっと待ってよ。はははは、 OK 聞こえた。 OK。 ミラーボール本当にいける？ミラーボール本当にいける？てかみんなこっちにあの音流れないんだけど大丈夫そう？ガチアカペラになるけど、こ私の耳にはねがっつりね音聞こえてんだけどって感じ。いける？ OK。 ちょっと待ってよ。よし、私はいつでも行きます。来るか。待って、リップ濡らせて。ちょっと待って、リップ濡らせて、リップ濡らせて、待って、リップ濡らリップ塗りたいから待って。リップ塗りないのと、あとハイライトも塗りたい。ちょ、わがままなんですけど危ないよ、ほんと。ちょっと待ってよ、リップ塗りたい、さすがにね。ちょっと待ってよ皆様。ちなみに4分4秒あります。もうハイライトないか買いに行きたいんだよね。ちょっと待って、リップ塗って。エニグマいける？エニグマ、エニグマはねちょっとね、あの音源がねないから、忘れました、忘れましたっていうか、音源がねないからね、どこ行ったんだっけ、あの音源。あったんだけど、まあいいや、これ置いとこう。ちくしょう、耳もう行きます。ちょっと待って、リップ塗ってくるから。ちょっと待ってね、リップ塗るよ、私リップ塗らないとね。あ、でも今日は顔ある方だと思うけどな。よいしょ、オレンジのねレッドなんですけれども、ちょっと待ってください。あ、待って、いや、ちょっと待ってよ、これ塗って、はい、ちょっとなんか量意味わからんことになってる。塗って、激ヤバの、よいしょ、これ塗った後に、これ塗った後にちょいと、よいしょ、メラ歌うだけでこんなことなる。まあみんな YouTube 探したら私のメラなんてありそうだけどね。
皆様私を探してちょうだい。ウォンテッド石塚あかり。よしちょっと待ってよ。こっちの鏡で塗って。オッケー。オッケー。いつでも行けます。来るか。来るか来るのか来ないのか。来る。でもさこれさまあ、いいか。あ来た。じゃじゃ。今なんじゃない。メラメラと途切れ眠っているだけの正義。こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。ララ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 ラ。かっこいい君には僕じゃ頼りないのかなんて。そりゃそうだよな、だって今もこうして迷ってる。手を取ってくれないか。ギフトテイクさ。君が僕のヒーローだったように今なんじゃない。メラメラとたぎるこんな僕にも潜む正義がどうしようもない。ショットに駆られてほら気づけば手を握っている。一体全体そんなに荷物を背負い込んでどこへ行くの。ねえねえ待って、僕にちょっと預けてみては。信じてばかりの僕と信じることが怖い君とどちらが正しいのかなんて誰にもわからないさ。僕らだけの世界ギフトテイクさ。補い合えた暁には同じ夢を見たい。ギリ死にそうかだ。じゃん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 。君はかっこいいと苦しめて一人ぼっちにさせたのは少し僕のせいなんだよな。ごめんね。だけど見るべきはリアルだ。今こそ僕が助けるんだ。抱えないで信じて頼ってほしいんだ。今なんじゃない。メラメラとたぎるこんな僕にも潜む正義がどうしようもない。ショットに駆られてほら気づけば手を握っている。ほっとけない。そんなに荷物を背負い込んでどこへ行くの。ほんのちょっと僕にちょっと預けてみては。こんな僕も君のヒーローになりたいのさ。ララ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 ラ不機嫌カラオケ。ですですおきげ
人カラオケ行く逆に。逆に今ね次出てんのはね、君の知らない物語がある。そうか、みんな歌の予定じゃなかったからストックしてないのか。じゃあやめとくか今日は。一応ねオリオンをなぞる。でもオリオンをなるとプラスなんかね、音変えるやつないんだよな。ご飯食べましたか？食べてよ。いつも通りの悪日のことですよね。メラでした。メラ大好き。メラもこの配信でもう100回ぐらい歌ってるんだけど。ガチイベの時にストックしておきたさもある。でも絶対そっちの方がいいよね。そうしよう。でもなんか今は無償でっていう言い方があれなんだけど、どうしよう。何すればいいんだろう。 何を歌もいいか今日は。でも前髪長いの可愛くない？可愛くないとか言ってなんかもう押し付けちゃったけどさ。よし、ではあれ16時半に始めたんだよねってことは16時半ってことは19時にショールームは閉じると。19時にショールームは閉じます。覚えておきます。よいしょ。吉和呼ぶ？吉和呼ぶ何食べんの逆に。でもねポテトは食べたいと思ってるんだけど、ポテトだけで吉和呼ぶのはどう？てかそんな私、皆さんは私毎日ポン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 あれですからね。ポン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 でもあれなの、タピオカ飲みたくない？ギャルだし私。え、スムージー飲みたい。うん、スムージー飲みたい満たすいっぱいミスタースムージーね、ここ配達料高っ。声みんなどう思う？ミックスベリー黒ごまきな粉。オレンジスムージー、欲張りスムージーはどうしよう。やっぱギャルだよね。抹茶のタピオカ飲みたいだけなのに。いやスムージーか。えなんかプラスに行ったの？何ストーリー？何ウーバーイーツストーリーやるんだけど。レッドビューティースムージーだって。赤、レッドってことは赤でしょ。あかりさん川ビューティースムージーってこと。これ私への指針これにするしかないじゃん。甘さとか選べんだけど無糖でいいわ。アサイバナナでもいいな。ホイップはねちょっと気持ち悪いね。私が今ね食べたいものを言っていいですか？スムージーか、スムージーかタピオカか、スムージータピオカ、ポテト、じゃがいもが食べたいですね。チュンスイタンにしちゃおうかな。コンマティ私好きなんだけどな。近所にコンマティやったんだけどな昔。ちくしょう。飲むティラミス、わらび餅ドリンク。皆様何がいいと思いますか？スムージータピオカポテト、スムージーパッタペコポテト、クロッフルって何？皆様ギャル、ギャルアットギャル、クロッフルって何？
達料高いな。スムージーって美味しいの？私スムージー大好きなんだけど、スムージー大好きすぎたの。本格的スムージーみたいな買ったしね。ギャルは鳥天と聞きました。そうなんだ。え、どうする？みんな、私ギャルだからタピオカ飲みたいんだけど。え、マジタピオカ飲みたいんだけど、どうするべき？ゴンチャ？ゴンチャって何？いやでもね、タピオカね、結果好きだったかって聞かれてるね。ナタデココの方が好きだったんだよね。抹茶ナタデココ食べたいんだけど。タピオカ、ナタデココ屋さんないの？抹茶ナタデココが食べたいんだけど。舌打ちしちゃった、ごめん。嘘嘘、ごめんなさい。あ、これナタデココじゃね？おい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 、ふざけんなよ。抹茶ナタデココであれ、抹茶ナタデココ、抹茶ナタデココ。ポテトめちゃくちゃ充実してんじゃん。違うんだよ、私は抹茶ナタデココ食べたいの、食べたいの。平成やっぱナタデココ、ナタデココよ。フード、ドリンク、ドリンク、カモン、ドリンク。いや、タピオカやないんやって、タピオカやないんやって。ナタデココ逆に抹茶タピオカミルクにナタデココ変更みたいなのないわけ？ないんかい。チュンスイタン、トゥルーダン、ルーローハン。抹茶ナタデココ食べたいんだけど。これはミルクティー。じゃあタピオカ抜きの、あ、み、あ、あ、ある。でも待って、これちょっといくらくらいになるんですか。いや、サイズは M でよくて、氷は微量、甘さ微糖で、私はナタデココ。いやー、待って、氷なしにしようかな。いや、氷微量でいいわ。いやー、750円やめますやめます。いいお値段、高いでございます、高いでございます。はっ、いつも通りのある日のこと、君は突然泣き笑いた。今夜星を見に行こう、おお。ゴンチャですか。でもスムージーの方が高いよ。私が飲もうとしてたスムージー、満たす一杯ってやつ満たす一杯スムージーとかだからその指針スムージーに関しては、あれどこ行った、あった、指針スムージーに関しては甘さは控えめがいいじゃん。850円もしてるからね。で、配達料ここから取られるんでしょ。青汁でいいや、私は水でいいわ。ウォーターサーバーくんが、ウォーターサーバーくんが出してくれた水でいいわ。ああ、なんだっけ、なんだっけ、あの人、あのさ、あの今パッと思い出してさ、ヒデ様、ヒデ様、お、ヒデ様、私フォローヒデ様、心なし歌ってるじゃん、知ってますか皆様。ヒデ様っていうね方がいらしてね、
35歳か6歳くらいでね、今度高校生を演じられるらしいんですが、ちょっと、あ、そう、明智ね、いつも私あのあいつ、あいつっていうか、あのなんだっけ、あのなんだっけ、そう、明智、明智、あの、あの人なんだっけ、あの明智のあの秀様が出てこない、これ本名何なんだろう、この人の本名ってか、この何、フリーの俳優アーティストで、そういうことを聞いてんじゃないのよ。ひで様、佐々木義秀でヒデなんだ。知らなかった。知らなかったにゃペルナ。ペナルティのヒデ様。もうヒデ様、みんながヒデ様、ヒデ様って呼ぶから。ヒデくんとか呼んでて。なるほどね。義秀なんだ。聞いたはずなんだよね、佐々木義秀ですって多分聞いたはずなんだけど、多分上の空だったんだろうな。ちゃんと聞いとこ、おののペルソナのあれではね。ヒデ様めっちゃ若く見えるね、すごいよね。だから若作り、あの、ダメだ、悪口になっちゃいけないけどさ、役者さん若作りをね、お兄さんが多いなっていうイメージなんだけど、皆様どういう気持ちでこうおメンズたちをこう見ておられるんですか。なんとも思ってないの、みんな。顔がいいなと思って見てます。綺麗な人ほんと綺麗だろうね。私おメンズなのでじゃあそのおメンズの意見も聞きたいの、おメンズの意見こそ聞きたいんだけど、みんなどう思ってんの、逆にいる、この人めっちゃ見られる仕事だからちゃんとしてるんだろうなって思ってます。その辺にいたら、その辺のクソお兄ちゃん、クソクソとか言ってたら、その辺のお兄ちゃんだと思ってるの、みんな。まあでもどうなんだろう、自分実際私も多分この見られる仕事なしてなかったら多分クソお姉さんだっただろうからな、よく言われるもんね、水塚さん普通の水塚さんとかさ、あかりちゃん普通の大学生だったら多分終わってたよって、そんなこと言わないでって感じだよね。お、レディースもおメンズも年齢わからないです、わかる、その辺の兄ちゃんにあんなオーラバチバチな人いたらビビります。おまあでもね、なんか顔がね、その顔の自己主張があまりない方っていうのかな、割と薄塩、あの、うん、まあ塩、まあ、いわゆる塩顔って言ってる人たちはもうおメイクをバチバチにされて、あ、この人すげえ小室玄徳だー、うわーとは思ったね、確かに、うわー、小室玄徳ら口噛んでない、ほら嘘だけど、はへーじゃなしたな、懐かしいな、確かにすっぴんだと分かんないかもです。てかすっぴんのあの人たちに会うことないよね。ノラの兄ちゃんたち何しようと思ったっけ、私、あ、そうだ、配信の準備しようとしてたんですよ、ちょっとあの喋ってるんだけどさ、待って、これどうすればいいんだっけ、これを、あ、HDMI どっか行ったんだ、あ、HDMI 向かいだ、くっそ、そうだ、 HDMI ね、なんかね、テレビにつなげて見ようとしてたんですよ、ネットフリックスかなんかを、その時に向こうやっちまったんですね、あ、お忙しいですわね、どこ行ったくのか、私の HDMI、 うん、あ、これか、違うわ、私の OHDMI どこに行かれたんですこと、 OHDMI ガチでないんだけど、ちょっと探していい、ちょっと、はい、画面にちょっとテナの顔映しといて、3分以上経つね、お
推しに遊ばされるから。あれ HDMI ないの、もしかして。あ、違う。嘘、あっちの見るから見とらんでいけないのかな、これ。いや、ダルグネーバー、ダルグネーバー、もうちょっとめんどくさいのでこっちにあるコードでなんかしちゃいます。うんうん、ギャルなのでね、体張っちゃいますよ。え、じゃあこれを、このコードをこっちだよね、確か。これではない。あ、オッケー。これをこっちにさせばいいと思うんだけど、どう？ねえ。ポチッとな。完璧じゃないか。あ、待って、消えたんだけどテレビ。嘘でしょ？え？嘘。パソコン消えちゃった。ああ。危なし。おお、暗くなりました。暗くなったって分かるんだ。でもこっちがね、一瞬消えたんすよ。怖っと思って。で、よし、来い来い。音が来ない。始まりましたわね、音来ないやつ。来ちゃったな。男のやつ来ちゃいました。おえっちくんおいで。おえっちくんって言われてるの、私。ちょっと待って。あー、違う違う違う、こっちだよね、この辺かな。違う。あーん、やってしまわれましたわ。くそー。あ、お HDMI か。ちょっと待ってよ。お HDMI とか言ってる場合じゃなくなったかもしれない。これを一旦こっちに刺して。あら、めんどくさいわ。もうほんでよ。あったあったあった、適用。なんで消して、消して、あれ消すんだって。消して、オッケー。でこれをこっちに持ってくる。オッケー。ほんで、古いハードだと大変よな。ほんと大変なんだよ。分かってくれて嬉しい。私のこと分かってくれて嬉しいわ。音ないんだった。くそ。一旦休憩にする。スムージーでも飲んで。よしかず、あれ、今度はこっちが動かなくなりましたよ。私どうやってる。一回終了して OBS んで、あれあれ、機材くん頑張れ。あ、来た来た来た。私でこうで、音が来ないですよね。はっはっは。おい、マイクも来てないが。うがうがうがごめんなさい、失礼いたしました。あ、マイク来てないんだけど、なんでこれ。はっはっは。あ、わかった。入力キャプチャーデバイスが接続されてないとか言い出してるから、これでしょ。はっはっは。なんで、はぁ、は、なんだっけ。あ、来た来た来た。はぁ、またあとね、25分でね、配信始めたいんだけど、一旦枠作るわ。いつもね、こんなことをやりながらやってます。A ウイルス感染しました。え、すいません。あ、あかりウイルスか。 T ウイルスみたいな言い方するんじゃないわよ。ふんふん。YouTube スタジオ
18時から、あれ18時って私言ってないっけ、結局言ってなかったんだっけ。東京千秋楽がトレンドになってるけど、なんだと刀剣乱舞か、アンダーテイルもトレンドになってる。なんでなんでだろう。追いかけ分かっていた、19時って言ってたか、まだまだじゃん、え、まだまだじゃん、ほんとだ、19時からやりますって言ってる、あれじゃあどうしよう。アンチ本当に配信やら機材やら強くなりましたね。そう、強くなったんだよね。じゃあどうしようかな、エペックスやっていい？ツイッチとかじゃなくて普通に、待って、ツイッチの収益私通ったんかな。いつも通りのいつも通り、いつも通りのいつも通り、あなたほど熱心なストリーマーはなかなかいません。現在ツイッチアフェリエイトと呼ばれる新しいレベルに到達し、プログラムに参加できる条件を満たしております。ぜひ参加してツイッチから収益を受け取りましょう。受け取りたいってやった、あ、アフェリエイト登録私してないわ。これ後でやろうと思ったのにやってなかったんですね。二段階認証をオンにする、メールアドレスをお追加、え、お追加になるか、はい、保存、セキュリティのため続けるにはパスワードを入力してください。なんだっけパスワード、これか、あれ、メールアドレスを変更できませんでした。何のメールアドレスでやったっけ、タクシー、パスワード読んじゃダメですよ。読みそう、私。石塚あかりみたいなね。スクショしたっけ？いつから始めたっけ、私。ツイッチ。やることいっぱいあるぞ、私。大丈夫か？耐えれますか？違う、これじゃないわ。スクリーンショットだったと思いますわ。ちょっと待ってね。どれだっけな。強がる私は臆病で、興味がないようなふりをしてた。だけど胸を刺すいた、あった、違うわ、あ、これだ、キャンセル、メドレスを追加、保存、うん、どうしよう、これでお願いします。え、これか、どういうこと、
E メールじゃないとダメなの？は？知らん。もう知らん。怒った。CEO の顔だ。嘘、どんな顔してた？私さ、本当にこういう顔するらしいんだよね。こういう顔。めっちゃブスだからやめなって言われる。ブスって言うんだよな。悲しい。枠作っちゃうか。多分今日はね、日本語で今日はこれかな。どうしたい？言ってごらん。心の声がする。君の隣がいい。日本語で遊ぼう。真実は残酷だ。言わなかった、言えなかった。二度と戻れない。ちょっと音問題解決してからさ、ちょっとやりたいな。どうして？あの夏の日嫌い。頑張って、ほんと。来た来た。おい、私すごくない？やばくない？もう自分ナイスすぎてもやばいんだけど。あ、やんなる。自分すごすぎてやんなる。今日も天才でしたよね。さすが、さすが私ですかねっていう感じ。さすが私、本当にさすが私。いや、なんか久々 PS4 もやりたい気してんだよね。アンチといえばメラ、君の知らない物語、シュガーソングとビターステップの3曲は鉄板って思なんだろう。思なんだろうな。タタ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 。できないふりで尺伸ばすのも天才です。できないふりってどういうこと？お、タコ飯復活ですか？な、PA、なんていうの？まあちょっととりあえずやるか。これは OK で、こうね、この出力を、1、2戦だけやっていい？ Apex。 なんかね、ペルソナをねやろうとしてて、てかどうしようか迷ってんだよね。実況でさ、これ何？実況でペルソナをやるか、それとも、いいか、実況でペルソナをやるか、
スイッチでドラクエうっかり配信したの笑ってしまいましたが、 OBS 触ったらめちゃくちゃ意味わかりました。あ、そういえばさ、今度、あ、やば、超手伸びる、今度やるんですよ、 APEX の大会。結構集まってきてるらしくて、人嬉しいなって思いました。すいません、激ヤバの感想で。なんだあれ、どこ行った、あ、ここだ、ここだ、よし、よし、20組集まってほしい、集まってほしいよ。今のところね、7組 ?23 日だっけ、そう、23日なんですよ。あとちょっと集まるかしら、あと10日もない。集まって、集まってください。あ、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 オッケー。じゃあやりますか、エペックスレジェンズの練習。私何を練習、何しようかなと思ってんだよね。あれ、なんか全然音来ないんだけど、ちょっと待ってよ。設定、サウンド、サウンドだ、これを、ヘッドセット、これか、あ、違う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 、バカバカバカ、これだ気がするけど、どうだ、固まったが、再起。お友達はやらないの、お友達、行かれてる人が多すぎてね、お友達。ちょっと呼べなかったわ、さすがに。行かれお友達が多すぎて。19時までやったつな、まあ19時、19時、まあそうだね、19時までもやんない気がする。なんか1、2000エペクスやって、一旦ちょっとね、ステイかなって思います。行かれお友達と、お友達ちょっとね、最近やっと気づいたんだけどね、私のお友達ちょっとね、やべえやつが多いとこに気づいちゃってね。大会やっぱりアンチはブラハですかね。そう、ブラハをね使っていただいてるので、確かにブラハかなと思いつつって感じだね。これ私が、待ってよ、YouTube を出して、音がこちらで聞こえるかどうかの問題です。これ聞いこう、なな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 、オッケー、聞こえました。なんかすごい、逆にここだけでゲーム実況やろうかな。鼻でもあんま好きな、こどう、鼻の穴すぎる。はい、今日はエーペックスレジェンド、あ、待って、目見ちゃったんだよ。どの角度がエロいんだろう、私探ろうぜ、みんなで。目映しちゃダメな気がする、この辺じゃない、どう、この辺がいいよね。ちょっと待ってよ。今日はエーペックスレジェンズをやっていきたいと思います。エロ系 YouTuber で行こうかなと、エロ系実況者で行こうかなと思ってるんですが、どう思いますか皆さん。役どう思う、違うかな。たまに映る鼻の穴がエロい、なるほどね。じゃあもうこの辺をちらつかせておけばいいのか。あ、待って、でも映っちゃうな、これぐらいがいいのか、これぐらい、これぐらいでいいのか。で、下の角度すぎん、こうやってやんなきゃいいのか、なんかこの辺でいいのか。 ASMR、 ASMR やりたいわ私も。なんかね、一個やりたいのは、
ボイス、ボイスやりたいよね私。なんか抽選で、まあ、抽選っていうか、まあ、何人かの人にボイスメッセージみたいなそして、これが当たった人はみたいな、これがなんか、これが当たった人はボイスメッセージで、そのお気に、なんていうの、脚本考えてもらってもいいしみたいな。え、ローバでいいかな、私ローバでいいかな、てか誰解放しよう。添い寝ボイス、あ、そう、添い寝ボイスとか出したいんだよね。いや、どないよ。うわ、すごい、バンテージとニューキャッスルです。エロ、決してエロボイスではないんだけどっていう感じ。森進一にのいけば、なんだっけ、森進一のボイスってなんだっけ、忘れちゃった、どういうのか。あ、ちょっと待って、なんかバンされそうなんだけど、ドラクエの音消しとくか。 OK、どこですか。今はエーペックスレジェンズをやっておりますと。なかなか遅い、しまだ6時半くらいまでちょっとやって、そっからは準備に入ろうかななんて思ってます。来てる、来てなさそうじゃね、私こっちから。来てる、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 やばすぎ、ちょっと結構やばい、本当にやばい、マジやばいじゃん。いや、わかるって、もう無理って。こっち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 、マナー回収して。いや、もう無理やって、トリプルテイクだよ、もう。なんで本当に無理やって、無理やっていいんかい、モザンビークしかない。結構きちいよ、穴回収いけるかなこれ。取り手がね、ちょっとね、なしだね。わあ、オルタティか。待て。リンクアーマー持って。わ、取り手じゃなくて。待って。オッケー。あと何秒？ 15 秒か、いけるかな。無理かも。ほんとごめん。やっとるな。こっちで落ちんのかい、あいつ。どうしてそいでボイスが森進一になるんだ。本当だよね、私もよくわかんないよ、何の流れから森進一ボイスみたいな言い出したんだっけ。もう二人になっちゃったから、もう戦いに行けませんからね。わ、 3-0-1 じゃん、ラッキー。じゃあ去ろうぜ。相手も噂さずに、良さそうですね。配信頑張ってくださいね。だってめっちゃやばすぎる、来ない方がいい、やばい。
ちこっち。サプライシブの方が安全。ちこう立ててあげるかこれ。あれ、え、立てれないのこれ。うわ、ライマが待って、ありませんことね。やっつけようぜ敵。いるよ敵。あー落ちちゃった、まずいまずいやっちゃったよ。どうしようこれ、どっからだ、まずあ、違う逆いや、あ、あ、あ、撃たれてるよ、撃たれてるよ。私が調子に乗り遊ばせた罪でございますね。どこ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 、来てるよ来てるよ。最悪すぎるかもこれ。よしよし、ワン、ワンダ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 だよ。絶対死ぬなよお前。やばい、絶対死ぬなよお前。どこなの、来てるわよ、上上来てるわよ。これ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 、パチ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 、おれダメよ。悲しいですわね、この激戦区に降りるからですことよ。ほんと激戦区に降りるからこういうことになるんです。ほらダメージ数見て、私が初めの降りる位置が違う、もう一戦もう一戦もう一戦、違う違う違う、もう一戦なんですよ、もう一戦なんですよね。何してるんですか人を撃ち殺すゲームをしております。畜生マジで許せねえ。私は負けない。今日のお洋服初めて見ました。これはねサウナティー、サカツティーございますよ。お、レース、猫レースだよこれ。結構強いんじゃないか。ね、猫レースってこれ再販やってた？猫、猫レース、うわ猫レース、あ、まあでも大丈夫か、一緒にやってんかなこの人たち。よし、ぜ、私がジャンプマスターはねちょっとできませんわね。猫レース今売ってなんか、今売ってんだ猫レース。買う？私0号機とさルフィ買い損ねたからね、ちゃんと買い損ねたからね。え、終わったんですかって言ってたもんねなんやそれ、どこですの。やべえ、なんかプレデテ、プレ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 デター上がりみたいな降り方してる人いる。ここなん、ここにおりますの、来てはねなさそう。私どこから降りましょうかね。私こちらからぐるっとお回り遊ばせますわね。あ、待って待って待って、最悪最悪最悪のことになってる。敵が近くに着地したし、待って何これ何これ、なんか大変なことになってんだけど。なんかさ、これ電波問題、電波鬼割れなんだけど。 P2020 しかないしだね。あ、空気砲持っていこうか。私だけ音聞こえてないの。え、本当に近くに降りてんの？トッショガンボルト？お、おボルトありますわよ。おボルト。あー、なんか撃たれてる。助けて。
私打たれておりますことよ。3オンは私欲しかったんだけど。どこ？あ、いる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 。行こうぜ。これちょっと立てちゃおう。あれ？どこ？よし。いるんですよ、ここにマジで。なんかありません。あ、ボディシールド。もらっちゃおう。エネマガもらっちゃおう。よしよし。行く？こっち。みんな、オボルトがね、欲しいです。オボルト。もうなんならもうライトアームとか全部さ持っちゃおうぜ私たちがね。そしたらさ、オッケー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 、まあごめん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 、オッケーオッケーオッケー、全部回収しちゃおうぜ。行っちゃったあいつら、もしかして。行った方がいいんじゃないかな、進化シールド。レースによるか。一旦レースめっちゃ遠く離れてんだけど。ナイス検知です。私は老婆を使っております。いや、この回盛りたいよ。なんでそんな悲しいことするの。一緒に走ろうって言ったのにね。いや、回復なさすぎやろ私。何しとんねん。あっ、あ、やっとやっとありつけましたわ。やっと回復にありつけましたわ。どうしよう、これ持っちゃっていいかな。持っちゃっていいでしょう。オッケー。そんなことするの。一緒に走ろうって言ったのに。あ、釣り終わんじゃん。勝ち。逆にね。でも私先ほどピンを差し遊ばせたところですことよ。あ、でも優しい、ピンを当たっててくれるのあいつ。私のなんかさ。あ、待って、もう行った方がいいんじゃないか、リングの方に。飛びますわ。オーマイ、ここケッチプリーズ。あれ、ケッ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 、こちらこちらにこちらに来てほしいですわね。おめら、こいや。あっ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 、まずいまずいまずい。ブラックマーケットがある。まずい、これはまずいんじゃないか。どこ行ったんだろうあいつら。やっとるやっとるやっとる、やりますわよ。こんなとこでのんきり立てちゃおう。え、でもいなさそうじゃない。オッケーオッケーオッケー、見ちゃおう。あ、待って、あ、待って、3倍ついてるこれ。あ、間違え、ごめん。装備、あ、違う、装備、オッケーオッケー、で、これを装備、違う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 、こうして装備か、オッケー、で、こうだね。バッテとか欲しいんだけどね、実際。え、なに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 、どこ？ここだね。やる？どうする？やる？やらん？いないわ。あぶれを見た方がいいかも。アンチカットプリーズ。いませんことね。逃げてったわ。いる？いや、でもあれちょっと、あれ降りちゃう？
よ。降りちゃうの？あぶれてる時狙う本当に。やってここにもいるし。お、行ってるね味方し。行くね。それ結構やられたら私結構怒るけど大丈夫？どこにいんの逆に。いんの？いないの？いなさそうじゃない？あ、いる。ジャル取る、ジャル取る。いつ撃つこれ。オッケー。はーい。いや、やってんすよ。でも撃ってるねー。お、ワンダ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 、いけ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 、突撃するわよー。いけ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 、やばい、あと死んじゃう。どこだ、やばいやばいやばい。おー、ナイスー。まずい、やばいやばいやばい、ここ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 、ちょっと待って、私ちょっとアーマー来ていい？死ぬかもしんない、私ミリなんだけど。こっち逃げん、アーマースワップ、どうする、本当に私無理なんだけど。今の私うまかったよ。どこどこ？ゼロ発です。来てるね。どこ大丈夫？やばい。くそ。ちょっとちょっと。こっちこっちこっち。やばいって。もう。どうする？これさ、ヒートシールド展開して。ああもう。どうしよっかこれ。まだ撃たれてんの？やめて、見ないで、見ないで、私たちのこと。どうする、こっちから回らん、やば、ナイスー。逆にこっちから回っていけるもんなの？あ、いけるいける、ナイス、頑張れー。これね、私ね回復ないね。とりあえず走るか。プラスです、もらってますね。めっちゃプラスなんだけど逆に。これ使いまくった方がいいな。ジャンプドライブを放つ。うわ、熱っ。オッケー。これもアンチ入った方がよく、いる、ここにいます。よっしゃー、おれかかってこんかい、ボム投げちゃおう。やばい、オレンジアモがないんだけど。キルリーダーを倒しましたね。あ、これ欲しくない？やば。
ちょっとでも飛ばん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 これどう飛ばん飛ばんオッケーオッケー行くか飛んでくださいいるあどこにいるあここにいるわバカ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 こっち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 あ、タクシーのバカ。ここ取っちゃう？よし、オッケーオッケーオッケー。で、この中で一旦お買い物かなって思いますけれども、欲しい。あれ？感謝感激。あ、あ、お、う。ちょっとね、回復マジ欲しいんだけど、セルしかないもん。ごめん。セルないんか、バッと欲しい。え、ありがとう、優しい。どこ？行く？監視はしたいよね。はーい。あそこへ行こうかな。うそ。いる。これ、ね。どうしよう。あっち行くか。バカ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 こっち来いってこっち来いってナイスすぎ確かにこっちにアンチ寄りそうだもんね材料手に入れちゃう登れんの登れたわこれちょっと作りたいよねー材料私が手に入れますわよどこいる？いや近いよ多分。いやどこかな怖いんだよな。マジでね。弾がない。弾じゃない回復がない。回復ないな。どうしようバレルとテルミット。どこ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 ？オッケー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 。どこいるここイージーうーやばいほんと回復ないありがとうでもいるんだよなくそいる横にやばっいろんなとこにいるんだよなどうしようこれこれはもう守りかな散歩だどうしようどことどことどこなの果たしてあもうここステイだねいいの上から攻撃するこことどこここかあーもうクレーバー持ってるよあいつあ、待て待て待て、こんな野ざらしにしたら、なったら。これはね、こう収縮待ちですね。ここと、ここでしょ？どこ潰しがいいかな？赤マークか。あいつ一人じゃね？
そんなことない、打たれてるね。もうね、割とね、あいつは入ってんのか。どこだ、こっちの人たち。どれ、やば、やばいって。うーん、大丈夫か。どこ、動き待ちか。動いてる動いてる、ここね。ここなんだね。いや、あいつ多分動けないはず。うん、出てる出てる出てる、今今今今今、わ、来てるね。ここ下ね、ここ下ね、やば。これ上いた方が強い気するな、ガチで。もうほんとギリギリにいて、もうセルナイス。動けない、大丈夫か。じゃあギリまでここでいいよ。やり合わせて、これシールドないんですね、実は。ごめん、セル、セルもらえませんか。置いとこうかな。こぼ、どこ、やばい、大丈夫、絶対やられんのよそれ。大丈夫？オッケー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 。あー待って、やだ、それだけは。最終アンチ。でも私聞いてくださいよ、4キル、4キル、じゃあ3キル1足3ノックだからね、つまりって話よ。悲しいですわね、うん、はい。ありがとうございました。 OK。 です。弾と回復があればいけたのに。ブロンズワンまであとちょっと。待って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 。ちょっと待って。キルジルって。キルジルって何？キショウ。ありがとうございました。ってことで一旦
Apex Legends が終了かな。ゲーム終了。あ、でも20分のがちょうどいいんじゃね。よし。いやー、おもろかった。じゃあね、あれだね、一旦7時までバイバイかな。ちょっと待ってよ、7時だよね、7時です。7時まではバイバイなので、皆様7時に YouTube でね花嫁と花嫁に会いに行きますか。ご飯食べておきます。ご飯食べてお風呂入って、もうちびまる子が始まってるじゃないかなのでよろしくお願いします。バイビー See you。 ありがとう、バイバイ、ありがとうございました。さよなら、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 バイビー。